節のお魚を使いまして、ひよこ豆と玉ねぎをスープ状にしたものと合わせた前菜になります。これもイタリアのカラブリアという地方の郷土料理をアレンジしたもので、ブロッコリーとからすみ、香川さんのベイカー、こちらを加えて仕上げてあります。地元の食材とイタリア の手法、こちらで仕上げたコースになってますので、こちらを楽しんでいただければなと思っております。イチジク、あとメロンと、オレンジ、グレープフルーツ乗せてあります。カーペットだったり壁画の赤い装飾だったので、それにちなんでロッソですね。基本このお部屋で召し上がっていただく感じですね。ゆったりとしたお時間過ごしていただければなと思っております。